夢食シリーズと同じイチゴパウンドケーキが復刻。夢食パティシエ第15話、思い出のローズコース。今回のエピソードのメインはパウンドケーキで、テーマは家族と分かち合うお菓子。イチゴが作るのは子供も楽しめるイチゴパウンドケーキ。カシノさんが作るのは甘さを抑えたくるみ入りのパウンドケーキ。安藤が作ったのは程いい甘さの抹茶パウンドケーキ。花房のパウンドケーキはバラにまつわる思いで。今回の動画ではまず子供たちが楽しめるストロベリーパウンドケーキを作ってみました。ケーキの主な材料はイチゴ、チョコレート、クリームです。フレッシュなイチゴだけでなく、パイン漬けのドライイチゴやイチゴジャムもトッピングされています。一緒に作り始めましょう。牛をバター 90g、 包んで押しやすいくらい柔らかく。バターが溶けたらグラニュー糖 90g を加えます。バターをつけるのはふわふわパウンドケーキのポイントですよ。端のバターをスクレーパーで整えます。さらに白っぽくなるまでかき混ぜます。バターが空気を包みボリュームが増す。温度は約20度です。卵液 90g を少しずつ加えてよく混ぜます。卵液とバターの温度差が大きすぎて油水分にしやすい。冷蔵庫から出した卵は必ず温め直してくださいね。卵を加えるたびに完全に乳化吸収され次に加えられます。全体をかき混ぜて吸収すると繊細な状態になります。薄力粉 90g、 泡立て器粉 2g、 かき混ぜすぎないように注意しながらよくかき混ぜます。いちごジャム 50g を加えます。牛乳 15g、 レッドベルベット少量、干しいちごの酒漬け入り 50g、 ドライフルーツの酒漬けはミリー入り3日前に作って冷蔵保存しておきましょう。型に入れるケーキペースト、表面に切り込みを入れる。ケーキの形を良くすることができます。170度で35分焼き続けます。パウンドケーキの表面に用意されたシロップ、砂糖 10g、 水 40g、 ラム酒に 10g、 よくかき混ぜてスペア。ケーキは色がつくまで焼き、場合によってはアルミホイルをかける。ケーキをしっとりさせるには熱いうちにシュガーリキュールを塗ります。室温になるまで冷えまし、ラップで包みます。一晩冷やす。チョコレートクリームを作る。ホワイトチョコレート 100g、 水気を切って溶かす。油 70g を加えよく混ぜる。
クの食用式総少々を加える。ピンクのストロベリーチョコレートがあればカラーリングの必要はありません。チョコレートが固まった後に使用します。新鮮なイチゴのスライスを適量用意します。上に生クリームをのせます。アニメではクリームが少ないのですが、実はクリームが多い方がケーキが美味しくなります。仕上げにイチゴのスライスをのせます。生クリームと合わせると濃厚な味わいになります。ドライフルーツの酒漬けは甘酸っぱく全体的に飽きることがありません。ストロベリー味のケーキが好きな方は試してみてくださいね。フルーツティーと合わせれば完璧なアフタヌーンティーになります。